エースコックスパイス好きのための醤油ラーメン。揚げ麺にかやくり粉末スープとスパイスがついています。麺は幅2ミリ強の扁平で、角は丸まり通り穏やかな口当たりです。細かな気泡感があり弾力感もありますが、粘りは弱いです。重量感がない代わりに軽快な食感で、構えず気軽に食べるのに向いています。スープは軽い濁りがある醤油味で、黒胡椒の刺激が爽快です。激辛というほどではなく、スパイス好きならスパイスは全部入れるべきです。脂っ気はなく平板で、旨味もかなり強いですが、辛さと相まって不自然さは感じません。具のキャベツは結構多いです。ブヨブヨした食感のひき肉も量は多くて効果的です。つるんとした卵はアクセントになります。黒胡椒の辛さに全てを託したような味作りですが、目指すものが明確で潔いと感じました。みんな大好きトントン。